ライブしてます。はい、あほらそこがつんでると倒れちゃう。三元くん、はい、これ横で大丈夫かな。いつも横だもん。横だったっけ。インスタ久しぶりだから忘れちゃったわ。皆さんいかがお過ごしですか。いや今日は朝から久しぶりに寝坊してゆっくり起きまして、君の名は見ました。すげえよかった。これ横で大丈夫ですかね。縦のがいいのかな。教えてほしい。縦がいいんじゃないか。縦がいいのかな、うん、ちょっと分かんない。あれ人影ダメよ。さてこれでいいのか。これ大丈夫よ。横向き OK？ ラッシングショーパー。どうなんだろう。ここがまず落ち着きたいな。インスタライブってカンカンどっちだったっけ。何、カメラの向き。あ、ちょっとカンカンこれちょっとちょっと回ってる。しゅ横縦に固定されるのですが、これ大丈夫ですか。映ってます。縦がいいか。やっぱ縦がいい。縦がいい。ちょっと待ってね。縦でできるのかな。よし。ちょっと待ってね。縦できないかもこれ。そうか、できない。よし。縦がいいって。縦だった。忘れてた、すっかり。そうですよね。これでどうだろう。痛い。ちょっとこれでどうだろう。ちょっと暗くない。横でもいいですかね。これ一回横で、よいしょ。ちょっと待ってください。取れちゃったよ。三元くん何やってんの。お勉強したら今日は、うん、気が向いたらおいでよ。今パパ一人で喋ろうかなと思ってたもん。したいの。いいよ。じゃあじゃあこっちこっちここ座って。カンカンここ座ってお話しして。あ、何もできない。そう、うん、よし行けた。もういい。これでこれで行かせてください。よろしくお願いします。よいしょ。はい、よし、歓迎行きました。お待たせして申し訳なかったです。今日は朝から何も予定なくて寝坊して、久々に寝坊して7時半ぐらいに起きたので、君の名を見てすっ
ごい良かったなと思ったのは、もうブログでも書いたんですけど、子供たちが何かが見せたんですけど、ちょっと難しかったのかな。でも今日は君の名を見て、あの滝くんと三葉がどう入れ替わってて、どうしてこうなってんのかとか、時間のこととか結びのこととか代々のこととか、またそのなんで人はこの時間軸が違うと会えないのかとか、すごく結構深い話で、さっきも話してたのが、漫画って結構彼が好きだ、ブリーチにしても犬夜叉にしても幽遊白書にしてもドラゴンボールにしても、なんだ、結構もろもろキーワードが一緒で、ドラえもんもそうなんですけど、時間を移動できるって結構多いんですよね。あとカンカン好きな、レイカ好きな時をかける少女とか、あとそういうのもやっぱ時間軸が結構重要。そして今言ったやつは、あのドラえもん以外は亡くなった方が蘇る、ドラゴンボールもドラゴンボールで蘇るし、幽遊白書もそうですし、鬼滅の刃もそうですよね。で結構みんな、なんつうの、全部が蘇ってくるっていう、なんかこう漫画って結構一つ全体的にみんなテーマがあるんじゃないのかなってちょっと僕思ってるんですけど、まあ、そういう話もなんか2人とできてすごく良かったなと思ってます。そして今、まあ、ちょっとずっとその後宿題をしてて、彼らがちょっと詰まっちゃったんで、ちょっと出かけてアイスクリーム食べに行って、で今ちょっと僕のご飯も付き合ってもらって食べたんですけど、帰りになんかすごい怖い人がいてびっくりしたのが、家に帰ってきて、敷地内ですよ、敷地内、マンションの敷地内なのに、なんか大声で車を走って追いかけてくる黒いスーツの人がいて、めちゃくちゃ怖かったです。敷地内だから本当はもう逮捕ですよね、逮捕だけど、なんか入ってきて、なんかなんだなんとかですとか言ってずっと叫んでて追いかけ回されました。そして後で聞いたらば、フロントの方にも聞いて、なんか朝からいらっしゃいました、何なんですかすいませんって言ったら、なんか週刊誌で、週刊新潮の何、市川くんとかいう方らしくて、その人がなんか僕に取材で、どんなことですかって言ったら、なんか SNS をなさってることに対して取材をさせてくださいとか言うんですけど、今時この時代にそのことを生で直撃してくるのかっていう、事務所を通せよみたいな事務所を通して聞くんだり取材するなりするのはいいんですけど、まあ、なんだか なぜそんなに、それしかもなんか周りのなんか外国の方にもなんかいろいろ話しかけて、ここに海老蔵いるのかみたいな感じで聞いたらしい。結構やめてほしいなと思いますよ。どう思います、やめてほしくないですかそれ。うん、コメント、そう怖いんですよ、すごい怖かった、ダメなんです、マジでビビりました。しかもなんか車入ってって、なんかうわーって走ってきたから、あれなんだこいつと思ってぐーっと回ったらば、こっちからまた来て、危ないからみたいな、でこっち回ってこいくんですけど、こういうのって結構車でも尾行されちゃったりするんですよ。でまあそれしょうがないんだろうね、別に悪いことはしないんだけど、まあ尾行されるんですよね。そういう場合もこちらも運転手さんとか、まあ、自分が運転してたりしてたらば、まあ、多少なんかついてこられるのって嫌なんで、巻こうとするじゃないですか。ちょっと普段とは違う運転をせざるを得ない環境に、まあ、持ってかれるわけですよね。そうした場合、ちょっと何、突然例えば事故とかが起こる可能性がちょっと上がるわけじゃないですか。だからやっぱ尾行とか、なんかそういう追いかけるとか、もう倫理的にもはや許されないんじゃないのかなって客観的に思うね、そう思いません、まあ、それはいいとしてよくないですけど今日は父の日ということで、レイカちゃんが、勸玄君も書いてくれたんですけど、今日はレイカちゃんが書いてくれました。ね、見えますかね、パパは馬が好きだからつって、パパへいつも頑張ってくれてありがとう、これからもお仕事頑張ってね、大好き愛してるよレイカ子馬さんつって、ウサギも書いて、本当にこういうのが一番嬉しい。なんかこう物もねあるんでしょうけど、
物をもらってもね、僕の場合はなんかこう、まあ、これも物といえば物なんだけど、愛が詰まってるっていうか、気持ちがすごくあるっていうか、時間を割いてくれて作ってくれたものってすごく嬉しいなと思います。その時間をだからその割いて作ったってことで言うと、今夜の YouTube は陶芸を編集させていただいて、放送する予定です。でそれこの間もちょっとブログで、まあ、関係のベスト5が当たった方には僕のビールの陶器を差し上げようかなと思ったんですけど、ちょっと正解ちょっと難しかったですね。1位がブリーチがちょっと難しかったらしくてダメでした。だからやっぱりこう、いつかこの僕はもうお酒全然飲まないんですけど、なんか昔若い時とかビールも陶器のコップで飲むと泡のキメが細かくないですか。だからそれをこうやってグーッと飲むと美味しかった印象があるんですね。だから今回は陶器なんで、ぜひブログかインスタか YouTube か Twitter かご覧になってる方々にちょっと何かでどっかでプレゼント、僕のは4つしかないんですけど、なんかプレゼントできたらいいなと思ってます。あとお茶碗も作って、彼らもお茶碗作ったんですけど、お茶朝、僕はだからブログ見てる方はよく分かってると思うんですけど、朝絶対お茶を飲むんですよね。お抹茶で、そのお抹茶をこう炊いてる時にこうお茶碗がある、これをまあ1個作ってみたんで、これもちょっとぜひどっかでプレゼントしたいなとか思ってるんですけどね。ほんでやっぱりあともう一つちょっと気になることは歌舞伎の公演ですよね。これどうすればいいかなと思って、そのお話はあるんですけどね、本当に踏み切るべきなのか踏み切るべきでないのかってことをちょっとやっぱりこう考えなくちゃいけないなって思ってますよね。まあお弟子さんとかみんなのためにはやらないといけないし、でもお客様にとってはまだ危険な状況の中でやるっていう判断って、なんかそれで僕たちやるってちょっと無責任な気もするし、でも舞台は芸術やエンターテインメントがないとやっぱり心の支えでもある場合もあるわけで、そういう意味ではやるべきだけれど、なんかすごくこう今すごく悩んでます。舞台に、今やるべきかやらないべきかっていう、皆さんはどう思ってらっしゃるのかな、ここから見れるかな皆さんの意見。自分のインスタライブを見るのってどうすら見えんの。自分のインスタライブってどうすれば見れるのか。ちなみに今日の会話はアーカイブでは残さないので、はい、残すつもりはございません。どうやって見るんだろう。どうやって見るか分かる方いる？歌舞伎見たいですよね。配信からいかがで、そうですね、歌舞伎のね配信はね、やっぱり考えなくちゃいけないかなと思います。そういうことももちろん考えてますけど、やってほしいね。行かないと思います。そうだよね、歌舞伎ライブ配信のようにできないんでしょうか。まあそれも検討してますね。歌舞伎やってほしい、やりたいですけど、生で見た人限定ですね。そうだね、オンライン歌舞伎はいかがでしょうだよね。やっぱみんなオンライン歌舞伎っていうのをやっぱり言いますよね。そこら辺なんだよね。よいしょ、あ、違うアカウントからじゃないと見れない。違うアカウント、違うアカウントってないよね。エビーズをインスタライブを見るにはどうするのか、難しすぎる。自分のやつってなぜか見れない不幸。自分のやつが見れないんだよね。
どうして自分のが見れないのか。見れません。だからもういいよ。蚊が、なんか蚊がいた。蚊い刺されました。今日は日曜日ですからね。皆さんもどうなんですか。もう皆さんはもうだいぶ仕事は普通になさってる状況なのかしら。僕たちはね、てかまあ僕はね、基本的にはまだなんですか、撮影ばっかり、撮影仕事というのは撮影で舞台系はないですね。やっぱり舞台をしたいなと思いますけど、責任がある立場だなと思うし、だからなかなか動きづらいなと思いますけど、どこかで踏ん切りつけないといけないけど、まあまあ最近まだ第2波が来るとか来ないとかいろいろあるじゃないですか。だからね、準備してやるっつっててもそこで第2波来ちゃったらもうできなくなっちゃうから、そこもリスクだなと思ってます。大体何月ぐらいから歌舞伎とかの舞台ってやってもいいかなって皆さん思いますか。感じとしては、舞台もう少し待った方がいいよね。そうですよね。11月、9月、9月だね。そうだよね、9月か。そうだね、9月ぐらいだよね、やっぱり。そうだね、9月、9月、10月、9月、9月、9月、10月、10月、そうですよね、9月ですよね。9月がすごく多いね。9月ぐらいからじゃないですか。そうだね、皆さんもちょっとだから落ち着いて9月ぐらいからだったらば、まあ見たいなっていう気持ちと、今も仕事がちょっとずつ出てきて、なんていうのか、いろいろ大変な状況が乗り越えられる方の乗り越えられるので余裕がちょっと出てくるかもしれないというのは、まあ9月かもしれないということですよね。まあ9月ぐらいを目指して僕は舞台を目指しますかね。でもね、やっぱり今東京はまだ感染者が減らないんでね。ですからなんかこう東京でやることにはちょっとまだ抵抗があるし、東京でやってもね、19日ぐらいからなんかこう地方とのこの連携でいくらでも来ていいよって話になってますけど、でもね、経済が大変だからそうやって回していかないといけないけれど、やっぱりちょっとなんですかね、感じることはなんだろう、最初も医療の方々ばかりで判断していきなり自粛、やっぱ経済の方々の意見をもっと最初から入れなくちゃいけなかったんじゃないのかなと個人的に思うし、今回は逆に経済の方ばっかりで医療の方々の話がなんかあんまり聞こえてこないんで、もうちょっとバランスよくなんかこう、やってくれたらいいんじゃないのかななんて、まあ客観的には思いますけどね。やっぱりこう医療も重要ですし、経済も重要ですし、やっぱり皆さんの自由な生活が重要で、そしてなんだろう、この楽しむこと、食事にしてもエンターテインメントにしても自由に楽しめるような環境がやっぱり最も今人間をね、充実させるわけですからね、この時代の場合は。もちろんこれからね、いろんなコンテンツが増えてきて世の中的にも変わってくるんだろうなとは思ってるんですけれど、まあ、今現時点ではそうだし、もうアフターコロナでもウィズコロナでも、まあ何と言っていいか分かんないですけど、ちょうど今間にいるんだろうなと。でも時代として見ればもうすでにもう変わりつつあるんじゃなくて、もう変わったっていう認識でいないと多分いけないんだろうなって、まあ個人的には思ってるんですけれど、まあでも大事なことってやっぱりその今はやっぱりその仕事をしつつコロナにならないっていう、この
この両立が結構重要視されるんじゃないのかなと。まあビフォーコロナみたいにやっぱしっかり仕事もできて、そしてコロナにかからないようにしっかりとやると、どちらかにどっちに肩してもどっちかにちょっと傾きすぎてもいけないから、そのバランス感覚が問われてくるんじゃないかなと思うんですけど。博多座、エンターテインメントがないと心が、横だから歌舞伎を見れるようになるのは待ってますと。あですよね。今夜はどんな歌舞今度ね今度はね、まあいろいろだからまだ実際決まってないって話は来てるんですけど、まだやるかどうかちょっと分かってないこといっぱいあります。ですけどまあ9月ぐらいっていうコメント多いし、まあ、9月ぐらいからなのかな、ちょっと早いと。なんか会社松竹とかの経営を事情が先行で役者がそこに出ざるを得ない環境ってやっぱ良くないと思うんだよね。僕個人的にはやっぱりこうお客様がしっかりと割合として落ち着いて、エンターテインメントとして日本の伝統文化として歌舞伎をもちろん楽しめる方、今すぐにも楽しめる方いっぱいいらっしゃると思うけど、多くの方々がそういう精神状態で経済的にもある程度余裕ができてきて戻ってきて、あやっぱりもう歌舞伎とか文化を見たい、エンターテインメントを見たい、生なものが見たいんだわって見たいぞと思うような方の量が増えた時にやっぱりそれがニーズだと思うんでね、そこでやっぱりやんなくちゃいけないかなと思ってます。だから僕と考えはそんな感じなんだよね。だからそこら辺の折り合いをつけながらちゃんとやっていかないといけないなと、まあ、一俳優としては思うんですけど、まあ、俳優じゃないという立場で言うならばまだちょっと早いかなと思ってます。やっぱりオンラインより同じ空間で感激するのが楽しい。そうだね。こんにちは、歌舞伎を楽しみにしてててください。確かにそうですね、はい、広島にも来てください。行きたいですね。広島のお好み焼きのなんかこう建物あるじゃないですか。あそこにね親父と行った時楽しかったな。親父とね巡業行った時になんか広島のお好み焼きビルみたいのありますよね、なんかちょっとわかんない場所が、すごく楽しかったのと、やっぱ広島ってなんかこうなんか結構街が綺麗、そんな印象があります。舞台はその場で見たいです。ですよね、わかります。フェイスシールドをつけてご覧になったらどう。まあね、見る方がそうだとね。ディズニーランド行きたい行きたい、やべえ、めちゃくちゃ蚊に刺されて足がかゆい、すげえかゆい、めっちゃ刺されてる。まあいいか。お好み村ね、野外ではできないですか。野外でももちろんできるんですけど、やっぱり今やっぱりこう野外でやったら雨のリスクとか準備とかすごくお金がかかるらしいんですよ。僕もそれ考えてますけど、でその割にはやっぱりそのなんていうんですかね、なんていうの、保険が今なかなかその厳しくなってきてできなくなるっていうことに対してやっぱり保険会社も大変じゃないですか。ですからなかなかその何、外でやることのバランスの感じが難しいよっていう情報はまあこちら側にも来てますね。マスク着用で見るんですかね、やるんですか。そういうわけにいかないよね。あ、そう、広島かな。え、尾道ってどこ。尾道ってあれ広島だったっけ。尾道は広島だよね。そう、ね、これあれ宣伝なんですけど、僕がしょっちゅう行っていた、代官山にあるトムズサンドイッチっていう超大好きなサンドイッチ屋さんがあったんですけど、なんか今年の2月ぐらいに辞めたんですよ。すげえタイミングで辞めるなと思って、コロナ前なんですけど、今年だったかな、違うか、去年か、ちょっと忘れちゃった。すごいタイミングで辞めたなと。広島の尾道でなんかオープンしたらしいんで、近くでいる方はぜひ行ってあげてください。あの尾道であのトムズサンドイッチ食べれると思うんで、もう行きたいなと思うんですけど今行けないですからね。まあでもあれですわ。で今度 YouTube で対談したんです、男性の方と。
誰だと思いますか。そして今度、またお寿司屋さんやるんですけど、勸玄と霊がお客様で、ゲストはなんか今のところブログで見てると純大さんがいい、純大さんがいいって言って純大さん人気なんで、純大さんに声をかけるかなって今悩んでるところです。逆にこうインスタのイベントって何ができるのかなって今ちょっと模索中で、インスタライブと YouTube ライブって何がどう違うのかなってちょっと正直僕がまだ分かってないっていうか、どっちがどうなのかなと思ってます。うん、足がかゆい、こんにちは、こんにちは。ちょっと足がかゆいんで、あ、名古屋にも来てね。名古屋大好きですよ。ていうか日本どこでも大好きなんだけど、名古屋はまあ好きですね。やっぱり名古屋は飯が意外とうまくて、僕の中ではひつまぶしと、あとね、ステーキハウスが好きなとこちょっとあって、あとね、なんつうのかな、なんかね、好き、名古屋空間がなんかいい。あ、レイカ、レイカ、レイカ、これありがとう。めっちゃ蚊に刺された。おいで。ちょっと待って。はい。千葉、千葉ね。千葉この間行きましたよ僕。千葉県行きました。成田市に行きました。ですね、成田市に。あれで行きました。成田市案内人なんで、成田市長たちとちょっと次のプログラムを考えたりとか行きました。あと成田市、ああ、どうぞ。ありがとう、かわいい。これ本物？そうだよ。何ありがとう。あそこの花屋さんで買ってきたんだよ。父の日？うん、父の日。ありがとう。蚊に刺されるめっちゃ。ここで喋って。うん。でそこでいい。蚊に刺されるけど。来た、嬉しい。これやっぱアーカイブ残そうかな。残していい？何？エコの動画、レイカの。うん、ありがとう。今買ってきたの？そう。ありがとう、レイカからは。昨日買おうと思ったけどさ。嬉しい、本気だ。ありがとう、ありがとう、すげえ嬉しい。昨日買おうと思ったけど、枯れそうだったから、うん、すげえアジサイ嬉しい。もうめっちゃ蚊に刺されてる。色が変わってくるんだって。これ？緑。え、緑に？へえ、すごい。どう、あそこで買ったの？そう。なんでね。ありがとう。じゃあこれさ、置いとくね。あ、大丈夫。いや、なんか良かった。知らなかった。まさかまさかだったよ、レイカ。ダンゴムシ、ダンゴムシ、ダンゴムシ。飛んじゃってる。アリが食べようとしてる。運ぶんだよ、それ。ああ、ダメダメ。レイカは今、多分お花屋さんに行って買ってきたの。そう。ありがとう。うん、ねえねえ、ねえ、ママのさ、あれない、お面取ってきて、お面。いいから持ってきて、お願いだ。父の日ってことで、特別して。あるかな、あるかな。それが持ってきて、ちょっとつけて、ここに座ってみて。あるかな、探してきて。なかったよ、ごめん。なかったよ、なかった。かゆいよ、かゆいよ。めちゃくちゃかゆいよ。勸玄の今日ね、また動画が面白かったな、これ。でもしかしこの週刊新潮ひどいわ、市川くん。頼みますさ。ダメですよね、交通事故になっちゃった時に責任はこっちに全部あるし、ああやって道の中で走って追いかけてきて、道路だからなんでそういうことをするのかなっていう感じはするけど、まあちょっと、まあ、週刊誌とかね、まあいろいろあるんだろうけど、なんかねえ、追いかけられてもな。ねえ、昔ね、若い時はね、よく追いかけられたら、もうなんつうんですか、そのあれですよ、あの、そ、逆に追いかけてやっちゃったりとか、そのフライデーだったかな、の運転してる車にあえて乗って家まで送ってけとか言って送ってってもらったりとかしてましたけど、もうさすがに大人になっちゃったからね、私もだいぶそういうことがなくなってしまいました。よいしょ。 しかしかゆいよ。
知事、そう、知事の日、ほんと嬉しいわ。蚊取り線香でしょ。蚊取り線香って聞くのかな。ちょっと蚊取り線香見てきていいですか、一瞬。蚊取り線香、ねえ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 、ライターちょうだい、ライター、ライター、ライター、別に言ってね、ちょっと一緒に持ってきて。着火はいいよ。ああ、いいよ。めっちゃありました。よいしょ。すっげえかい。マジでやめてほしい、かくん。本当に。ありがとう、ありがとう。蚊がかゆすぎて。いや、ありがとう。ごめん、あった。探してみっていうか、もう本当に蚊が嫌い。今年も蚊がいますね。でも今年はなんかあれらしいですね、祭りが全部中止。まあしょうがないのかもしれないけど、密だから。だけどさ、やっぱ日本の風物詩だから。オリンピックもね、今年は延期になってしまったし、私の襲名披露も延期になってしまいましたし、なんか日本人も世界中の人が楽しめるような環境が、この一つのウイルスでこんなにもこう変化してしまうことって、もうなんか本当寂しいですよね。どうにかしたいなと思ってもどうにもなんないこともありますからね。今めっちゃ蚊取り線香、これ茶色いのは、これなんで茶色いんだろう。いけるのかな。それとも単純にあれかな。おめえあった。ないか。なかった。ごめん。ああいいよ。今度さ、うん、お面買いに行かない。いいよ、買いに行こう。ね、行こう。で今度さ、うん、インスタかさ、YouTube でさ、うん、ライブの時出てよ。うん、レイカとお話ししたい。うん。還元も楽しいんだけどさ、還元さ。テンションがさ、凄まじくないですか。そうだね、凄まじいね。もう、ああなるとさ、こんにちは、レイカです、こんにちはって。宇宙儀を着てるキョアさんの登場です。ボボボボ、ね、ここはどこだい。ここはね、パーパー市川海老蔵君のインスタライブの中だよ。僕の名前は、あ、これつってさ、ママの。そうだよ。あ、ママのだ。今私は浮いているのだ。私は今浮いている。蚊に刺されないで。浮いているったら浮いている。それでは皆のもの。皆のもの？皆のものとかしいんじゃない、レカさん。じゃあな。この子はしょうがないじゃん。日本語はわからないんだよ。今どうだろう。は、8500人ぐらい見てらっしゃるね。レイカちゃんって。そういえば君はどういう名なんだ、教えてくれ。僕？持ってくれよ。彼？この子？あの、お前はどういう名なんじゃって聞いておるんで。顔出ちゃってるよ、レイカ。出るんじゃーい。パパのこと聞いてるの。どういうこと、どういうこと。僕の名前？市川海老蔵です。彼は市川海老蔵って本当の名かい？本名は違います。なんだい。本名は堀越です。堀越なんだ。代々初代市川團十郎から堀越です。堀越家です。堀越何くんだい。堀越高俊です。高くんか、どうもよろしくな。やっぱ麗華面白いね。やっぱ麗華、やっぱり麗華の部屋みたいな企画したい。パパ、麗華の部屋、徹子の部屋的な感じで。麗華、徹子って何って、黒柳徹子さんって素晴らしい方がいらっしゃるわけ。その方は本当に何だろう、愛があってね、なんかこう素晴らしいのよ。テスコの部屋ってのあって、ゲストでパパも3回ぐらい行ったことあるんだけど、なんかちょうどこの間僕がクラウドファンディングやった時に、それで源氏物語の舞台にも出てくださったわけ。すごかったんですよ、黒柳徹子さんって。やっぱりすごいなと思う。なんか国のね、人々のことも助けるし、芸能活動もきちんとしてらっしゃるし、いつ行ってもこう、なんだろう、素晴らしいなと思いますね。
で、そういうさ、徹子の部屋みたいな感じで、レイカの部屋みたいな感じでさ、レイカ、アナウンサーのレイカの部屋とかやりたいんだけど、パパ。そんなのできるかな。できるとかな。そう、うん、今、あちちって言ったね。そう、まあね、この蚊取り線香でパパは今、しのいでます。レイカちゃん元気ですかって。元気です。あ、レイカの部屋見たいって。あ、本当ですか、ありがとうございます。まだわかりませんけど。じゃあさ、レイカの部屋をもしやるとしたら第1回ゲスト誰がいい。まあ最初パパやってもらったじゃないですか。どういうこと。いや、パパに質問してくれたじゃないですか。ああいう感じでいいんだけどさ。ああいう感じでいいって聞いてないでしょ。聞いてるよ。誰がいい。ああいう感じでいいって。そうなんです。ああいう感じでいいって何よ。いや、だからパパに質問したじゃないですか。はいはい。ああいう感じってああいう感じなんだよ。ああいう感じ、ああいう感じ。日本語はよくわかるが何かわかる。はい。申し訳ございません。三宅くんとかよく木村さんとか香取さんとかゲストでとかいう風に YouTube とかインスタでも言ってくださるんですけど、基本的にジャニーズ、あ、まあ、香取さんわかんないけど、ジャニーズ事務所の方をお呼びすることって結構不可能じゃないかなと思う。そこら辺無理を言われてもなっていう気もしちゃいますけど、うん、でも玲香のインタビューの動画はパパの聞いてる？聞いてる。あの最近始めた YouTube、 3日から6月の3日お願いします。そしてありがとうございます。そう、今ね、レイカのやつはいますね。レイカのがとにかく1位で、そうすごい、144万再生。でもあれ、レイク初めてやったんだよ。いや、だから素晴らしいよ。で、2位がパパのパパ寿司屋パパで136万再生で、3位がおとついのレイカのやつで94万再生だから、あと6万。その3個レイカ出てるじゃん。全部レイカ。そんなことないよ。レイカすごい。それで還元がまたこうおとついから頑張り出して、還元、はい、還元頑張り出します。還元くん の、 あの100円いくやつあるじゃないですか、100円均一のやつが結構頑張って47万再生来てるんで、結構ガンカンカンも頑張ったよ、すごく。その3位がそれパパの、4位か、5位がパパのカレーカレー作るやつ。なんかでもあとね、あと聞いたのは酵素のさ、あのやったんですよ、酵素の YouTube やったんですけど、酵素の YouTube やった後に初めて酵素風呂に来たよって言った人が何名もいたらしくて、酵素風呂のお兄ちゃんから、まあ、オーナーがいるんですけど、僕はその始まる時に、まあ、皆さんご承知のように真央に入ってもらいたいなと思って一生懸命作ったんですけど、まあ、ちょっと間に合わないところもあって、でもその後にその彼が森山くんっていうんですけど、彼がお店を出すっていうんで、いろいろな助言とかちょっと、資金的な協力とか様々して、あの彼頑張ってるんですけど、久々に昨日連絡来てありがとうございますって、あの新しく、YouTube、 海老蔵さんの YouTube を見たということで高速風呂に来たって方がいっぱいいて、すごく嬉しかったですって、よかったです。まあ、あと僕全然違うんですけど、還元がセリフを喋った YouTube があるんですけど、そこの動画を出してからそこのお店がなんか行ったら品物なくなってるって、アサイーボールが食べれなくなったみたいな。だからちょっと逆にお店でやるとそのお店がとっても繁盛していいんでしょうけど、僕たちが行けなくなるっていう、この不思議な、この悲しい場合もあるんで、今後どうしようかなと思うんですけど。お、こんにちは。どうしたの。私の方がかわいいだろう。今何分やった。何分やってる。痛い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 。
あ、電池がなくなってきてるな。やばいやばい、ちょっと倒さないでね、レイカ。はい、何分やってるかちょっと分かんないから、じゃあちょっとそのクマさんでぼちぼち終わりにしていいですか。はい、いや今日はありがとうございました。僕はありがとうございました。クマくんです。でもレイカのなんかあのお花くれたから、これアーカイブに残すわ。残さないつもりでやってたんだけどね。